どうも、シリュウです。それでは三国志大戦後付け実況やっていきましょう。こちらのデッキは闘志尊攻デッキ、相手は、魅力盛りの孫策デッキ。このデッキですね、僕のデッキ、前のバージョンから使ってたデッキなんですけど、ライド、馬将で孫攻の3枚一気に情報されまして、まあなんていうか強いのを分かってるから使ってあんまり今まで使ってこなかったみたいなところありますね。もう元から強いポテンシャルの高いデッキだったんで、さらに性能が上がってかなりガチでやっていけるデッキになったんじゃないかなと思います。でも相手は魅力盛りなんで、開幕来ることを想定して大策を一番前に置いたんですが、まさかの孫策が端から来ているパターン、ちょっとこれは想定していなかったので孫策にハツカルルを許してしまいましたね。これちょっと開幕から色差が2ついてるんでまずいパターンですね。ああ、やっぱりやられましたね。これちょっとこっちはもう奥義使いましょう。これに対して返す式がないんで、聖兵の方を、防護増援、防護がつくことによってまあ時間は稼いでくれるはず。できれば孫策発動までに突撃一発入れれたらというところだったんですが、突撃一発入ってくれたので、この兵力ならまあ少し頑張れば落とせるかなというところ。なので式4はちょっと厳しそうかな。相手は増援の方、式防護、相手も防護持ってるのはこれかなり辛いところですね。やっぱ増援防護付き強いですよね。今のところ奥義につけれる副効果の中で一番防護強いんじゃないかなと思います。で突撃寸前にちょっと貯めて馬将発動、決死の号機、武力上昇値と兵力回復量が上がりました。で相手は1回剥がせて馬将に突撃させないように。で孫策は馬将と乱戦、もう馬将は撃った時点で撤退覚悟してるのでギリギリまで戦わせたいんですが、武力依存が大きくて孫策が勝つ。でできることなら、闘志で孫策取りに行きたいが、いやここはもう諦めて闘志の生存を優先。ここで闘志が落ちてしまうと策が守れなくなるという判断でしょうかね。これは孫策を落とせて闘志が返り受かりそうだったんですが、それは無理して狙わない形を取ってるみたいですね。で相手は孫弘と周瑜、韓夫人と周瑜が上がってきて、こちら孫弘と主挙で、防策をどこまで守れるかというところでしょうか。相手の孫策は防策とは違う方向からラインを上げに来る。でここで、孫策がチャージ、でこちらも合わせて闘志を発動。で、そうですね、相手のデッキも、周囲の孫悟の礎と孫昌皇の2枚が効果時間伸びてるのかな。お互いに情報入ったデッキ同士という形。ここで、夕日の時が発動で、こちらですね、夕日撃ってくることを想定して孫弘に主上術つけてるんですが、これはまあ孫策部隊の撃破を優先してきましたね。ここで主挙が撤退で、馬将で右側を塗りに行って内乱を止めに行ってるんですが、ここで闘志が捕まってしまう。で、なんとか馬将で闘志、を守りに行くところなんですが、ここでもう一度相手は決死の号機を発動。ここなんですが、魅力差によって相手の方が潤沢に士気を使える状態なので、まあこちらここで一応士気4使う手段もなくはないのですが、それをしてしまうと次がかなり苦しくなるので、できるところまで受け流せしたいところ。孫策の一発は仕方なしというところでしょうか。問題は2発目を止めたいですね。孫策の向上力だと2発許してしまうと取り返しがつかなくなっちゃうんで。で、ここ孫弘がしっかり打ってれば韓夫人取れてるんですが、ここプレイングミスってますね。で、
闘志が切れてるんでもう一回闘志で、ただちょっとここで相手の部隊を返してしまったのは痛いですね。ここでリードを取られた分を取り返しに行きたかったんですが、ハン夫人騎兵なので、騎乗を許してしまう。勝共に関しては遠弓で追いかけれそう。でここで勝共を撃破。相手は周瑜、ハン夫人、孫昌公の3倍。ここは相手ハン夫人発動する構えですね。で孫昌公が出てきたところでハン夫人を発動、周瑜に対して、投げて、武力14かな、武力14ですね。でこれを、走撃で突撃されないようにしつつ兵力を維持した闘志で、一度張り付いてマウント、で後から出るところに突撃入って周囲を追い返して、弓で、ハン夫人を撃破。闘志の一発が入りそう。ただこれだけでは足りないのでもう一発を取りに行きたい。ここで馬将を発動、決死の豪気。武力上昇値が上がってるんで純粋に与えるダメージ自体も上がってますね。で周囲の兵力半分を一気に消し飛ばす突撃ダメージで孫皇の一発が入る。相手の消去を横から出してきたに対して一回馬将を止めて孫策に乱戦で、圧当てて孫皇が入ってライドも工場が入るで、そろそろ馬将が切れるというところで兵力回復が上がったのもあって馬将が生き残る。で、ここでお相手の降参が選ばれたみたいなのでそのまんまこれはもう落としに行った方が時間も手っ取り早いので舞台張り付きに行って落城という感じです。それではここまで見ていただいてありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。それではお疲れ様です。What?
怖いものなしです。この命に勝つ。